周水美術館は、富山県富山市仙国町に所在する全国でも数、少ない統計に関する美術館、日本博物館協会、富山県博物館協会会員。富山市中心市街地の賑わいを創生しようと、富山の医薬品メーカー、リードケミカルの元取締役社長で、日本美術統計保存協会富山県支部長でも、ある名誉館長、森正夫が、 長年にわたり収集してきた約200点の刀剣、刀創具並びに1000点以上の陶芸品、絵画を展示するため、設立、2016年6月11日に森記念収水美術館として開館した、甲冑をイメージした趣のある墨色のアルミ製外観の鉄筋コンクリート作り地上4階建ての美術館である。なお、収水には、 曇りのないよく研ぎ澄ました刀という意味がある。所蔵品には、国の重要文化財に指定されている小鉄や正宗を、はじめ、多数の重要美術品、特別重要刀剣、重要刀剣を含む刀剣、越中の名刀工であった、のりしげ、郷義の刀剣があり、その他、刀装具や甲冑、また横山大官、河合極道、竹内製法、小磯良平、 徳田八十基地などの日本の近代美術を代表する画家、陶芸家の作品、中国の陶芸などを所蔵展示している。また、俳優、菅原文太が同美術館に寄贈した担当など31口も収蔵している。2020年5月21日、美術館名称を一般財団法人収水美術館へ変更し、同年7月22日にリニューアルオープンした。 重要文化財、ありがとうございます。